え高校中退で高卒認定経由で大卒の場合同じ大卒の人と比べ就職不利になると思いますかいいえ全く思いませんいちいち見ないですで逆にあの高卒認定取ってちゃんと大学行ったんだすごいねって話になると思います えー、国立前日、えー、公立全日制高校に通ってる高1です最近高校に通う意味がわからなくなってきました家にいて興味があるものを調べたり塾で学んだりするのはとても楽しいと感じるんですが高校に通うことに強い嫌悪感を持っています高校に行きたくないが勉強はしたい旨を親に話してもいいからさ、ま、ず欠席できません塾で同世代と交流はでき流行はわかりますし人と話すのが嫌なわけでもないですこのまま同じ高校に通い続けるべきでしょうかえっと大学行かないと勉強できないですよ なので、大学を行くためには、あの高校卒業っていうのが必要で、で、高校を辞めて、その高卒、うん高卒認定試験だっけあれを受けるよりは、高校通い続けた方が楽なんで、なので、あの、高校は卒業するのはなぜかというと、高校卒業の証明書をもらって、大学に行くためなんですよね。なので、勉強が好きであれば、あの、大学を行くために通うっていうので、それだけのために通えばいいんじゃないでしょうか。別に、あの、友達と仲良くする必要はないと思います。 えと30代中卒ウェブエンジニアで個人事業主です。学歴コンプレックスがあり、今年家庭教師を雇って、高卒認定を取りに行きます。頑張ります。はい、頑張ってください。ほまあ、でも家庭教師じゃなくてもいける気はしますけど、まあ、家庭教師の方があがちゃんと怒ってくれるので、もしお金があるんだったらそっちのほうがいいですね。22歳中卒リーターです。特にやることもなく資格もありません。やっておいた方がいいことなどありますか高卒になってみてください。 おすすめの職などあれば職えっとあのやることやりたいことがない人が当たり前ですと。であの中卒で22歳だと特に仕事には困らないと思います。ただ中卒で40歳の人が仕事を探すのがどれぐらいきついのか40歳の人に聞いてみてください。中卒40職歴なしはかなりきついですよ。であの夜中に あのホームレスという方いらっしゃるじゃないですかであの人たちがその超絶無能で努力ができなかった人もいるんですけど努力もできるけども仕事にありつけなかった人もいるんですよなのであの要はその本当にいい人で仕事熱心だとしても四十歳中卒という時点で採用されない場合があるんですよね 要は働かせたら全然働けるんだけどその40歳中卒働かせるぐらいだったら40歳高卒のがいいよねとか40歳大卒のがいいよねっていうのでその自分がいい人であるるってことを証明する前ににもう足切りになっちゃうんですよなのでもしそのやることがなくてあの時間があるんだったらあの高卒を目指すとかあのなんか大、うん、高卒認定試験大卒大券とか取ってみるといいんじゃないかなと思います。 えー、高2の代、かっこ退学した、来年受験です。予備校、映像化、対面化でもやっています。対面だと先生の質など、運次第になってしまうような気がしています。ちなみに高卒認定とって慶応志望です。他にも、ひろきさんが気づいた受験生にとって盲点になりそうな点などあれば、おバ伝スしていただきたいです。えっと、あの、多分努力しないタイプだと思うんですよね。 あの結局そのちゃんと勉強できたり我慢できるタイプであれば普通に高校卒業したと思うんですけどその我慢できなかったりとかあんまり勉強好きじゃないとかで退学したんだと思うので対面のの方がややらざるるを得ないいでやると思います要はオンラインだとつないどいてやってるふりだったりとかなんかあの回線つながなければ別に怒られないっていうのがあって要は逃げやすいんですよね。 なのであの逃げれない環境を自分で用意した方が勉強するんじゃないかなと思います皆さんチャンネル登録お願いしますここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてねそして他にもいろんな動画がありますそちらの方もご覧くださいそれではひげらじでしたバイバイ